せならもう下手くそな夢を描いていこうよ。どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢を。気取んなくていい、カッコつけない方がお前らしいよ。 Yes。 一生懸命になればなるほど空回りしてしまう僕らの旅路は、小学生の手と足が一緒に出ちゃう個人みたい。それもまたいいんじゃない。生きてゆくことなんてさ、きっと世に笑われるくらいがちょうどいいんだよ。心の奥の閉じ込めてた本当の僕、生身の36とこ風なすに座を糸ストンけど、まだ強がってるんだよ。バレバリアを張ってるんだよ。痛みと戦ってるんだよ。寂しいのにって気が無理をしているのは、ずれ落ちてしまいそうな自分を守るためなのさ。僕だけじゃないはずさ。行き場のないこの気持ちを、居場所のないこの孤独を、寂しいのに平気なふりをしているのは、崩れ落ちてしまいそうな自分を守るため。なのは前町も傷跡も途方に暮れてと書いた日も、僕が僕として生きてきた悲しみにして、yeah。Thank you.